広大な外宇宙は幾億もの人間のさまざまな夢を受け止め、その上でさらに無限の可能性を見せつけていた。そこには数えきれないほどの夢が広がっている。無論その中には悪夢も存在する。セクターガンマで確認された惑星レゾニアの知的生命体たちが地球連邦に宣戦布告し、激しい戦乱の炎が巻き起こった。宇宙暦342年、惑星レゾニアとの海戦を戦艦カルナスによって勝利に導き、栄誉指揮賞を受賞する。宇宙暦346年、辺境の未開惑星ロークで発生した謎のウイルス事件を解決し、レゾニアを背後で操っていた惑星ファーゲットの指導者ジエ・リボースの陰謀を阻止。その功績を称えられ、38歳という異例の若さで提督に昇格する。僕はそんな父さんのことを誰よりも尊敬していた。銀河連邦の士官というのが立派な職業だっていうことも分かっている。でも僕は僕だ。銀河連邦の英雄ロニキス・ J ・ケニー提督の息子というだけの人形じゃない。だけど僕は今ここにいる。どうだ、降下前に調査した結果と何か違う結果が出たか。いえ、相変わらずいかなる波長にも反応を示しません。フィールド自体はマグネティックエナジーフィールドに似ていますが。うん、ということはセンサーから発した波を吸収しているのか。そうだな。クロード、お前もすでに勝利だ。もし戦闘になったら。どうした、緊張して。いえ、そういうわけでは。クロード、これ式。いえ。そのフェイズガンは戦闘の時必殺技ボタンで使うことができる。もし提督、ダメです。データ。そうか、よし、もう少し接近。誰が何のためにこんなもの、一体何があるという。とりあえずこのドーム入り口を閉め。そうだな、全員で周辺身の安全が最重要事項だ。父さん、提督。どうした、クロード。なんだ、こんなと。多分、制御装置の一種だと思われます。うん、さすがだな、クロード。どうだ、
このパネルの解析は可能。少し時間をいただければなんとか。開きました。内部の様子は？入り口にセンサーらしきものはなさそうですね。あとは内部。よし、内部の探索を開始する。何が？になって近寄るな、クロード。あの装置の正体は？大丈夫です、心配はいり。まだあの装置が何なのかすら分かってはクロード、戻ってこい。クロード、そんなに怖がっていたら何もできないじゃないか。やっぱり危険な。座標214368。なんだ、消えた。クロード、提督、危険です。僕は、そうだ。どこだ？ここは？父さん！みんな！そうだ、通信機。あの、どこかに飛ばされたのか。ここでじっとしていても仕方がない。とにかく この雰囲気からして未開惑星なのかもしれない。人だ。
出店ってとこだな。なんとか間に、とっさにフェーズガンを。しまった、警察、二階惑星保護条約に引っかかるかもしれない。でも合わしなかったら、大丈夫だったかい？危ないところだった。あ、ちょっと待って、行っちゃった。よし、よかった。待って、すみません、逃げたりして。いや、その、あの、私、突然のことだった。こわ、はい、少し。いいんだよ、別に。それに、こうして、ま、あ、申し遅れました。私はレナ、レナ、あ、僕はクロード。よろしくお願い。ところで、クロードさん。あ、そうそう、ここって、旅の方なんですか？え、どこからいらっしゃ。地球。わからないよな、普通。そうだね、うん、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い。遠いところですか。私はこの大陸から離れ、まあね、大変な旅ですね。この橋の向こうがアーリア。へえ、あそこが君の住んでいる村か。構いませんよ、助けていただいたお礼もした。そんな、別にいいよ。とにかく気にしないでくださいね。
こんな綺麗な空気を吸うのは久しぶりだな。空気に綺麗も汚いもあるんですか？うん、僕のいたところはそうなんですか。まあね、でも本当になくなりませんから心置きなく吸ってください。クロードさん、私一旦家に帰ってきます。すみませんけど。うん、わかった。すぐ戻って。なんかとんでもないことになっちゃったな。戻る手段を探さなきゃ。とりあえずこの村の人に。
それで、そ、うん、村のね。レナ、ちょっと。え？クロードさん。いや、村の中を散歩してたら。そうなんですか。まずかった。そんなことはあります。お母さん、この人が今。え、ああ、そうなの。どうもどうも、クロードさん。私はレナの母親のウェスタです。そんな、別。いえいえ、もう少しで大変なことになるところでした。いえね。もう。そうは言うけど、レナ。クロードさん、お待たせしてすみませんでした。もう私。あ、うん。じゃあお母さん。もう。お邪魔しました。すみません、騒がしい母。気にすることはないよ。そうなんです。うん、それはもうすごいんだ。このうちのお父さんは大工さんなんです。今は隣町で大きな子供たち二人で。ええ、ちょっとかわいそうですよね。優しいんだね、レッ。そんなことはない。もう、ここはハーンさんの雑貨屋さんです。なんだかいい。それはハーブの匂い。ハーブ？傷を治したりする薬です。そうなんだ。知らなく、うん、よく今まで無事。ここは最近結婚した新婚さん夫婦の家。そうなんだ。Thank you.
ーリアの教会です。村の結婚式とかはここでやるんです。立はい、みんなと。お邪魔します。あら、レナ、早かったのね。でもよかったわ。支度。お母さん、おいしそうでしょ。母さん腕に。そうじゃなくて。何、食べないの？あなたを助けてもらった。それはわかるけど。そう？若いし、たくさん食べ。まあ、それなり。ほら、ご覧なさい。男の子はこれくらい食べ。はい。もう。もう入ら。無理しないで残してもよかったんですよ。平気平気。もう。でもすごく美味しかったよ。僕。お世辞でも嬉しい。私は下で後片付けを手伝って。うん。母さんか。なんとかして帰る方法。レナ、おばさん。クロードさん、お味はいかがでした？そんなことはありませんよ。そう、どういたしまして。本当に美味しかった。本当ですよ。本当に本当？本当に本当です。ああ、よかった。勇者様のお口に合わず。お母さん。どうしよう、レナ。どうしたの、お母さん？だって。だってじゃなくて。言っちゃった。何を？勇者様って。言っちゃったの？まだよく分かってないみたい。一体何？いいから落ち着きなさい。彼もまだじ。あ、クロード。あなたがクロードさんですか。初めてお目にかかります。クロードです。神話の森でレナを助けていただいたそうです。いえ。ところでレナから聞いたのですが。いや、そんな大げさなものでも。どこへ行かれるおつもりですか？クロス王国。あの、ここがどこかもわからぬ上に目的もはっきりし。何が言いたいんですか？無礼を承知で申し上げます。クロードさん、あなたは嘘をついた。あなたはただ旅人じゃなかったら何なんで。おそらく異世界の者、伝説の勇者。旅人というのは世を忍ぶ仮の姿。え、ちょっと待ってください。何を根拠に。その根拠なら、我々の地方の伝承に次のような言葉があります。
この地エクスペル脅威に襲われ民苦しむ時、あなたは異国の服をまとい光の剣をお持ちじゃ。その光の、そんな、私を助けて。それはこの人は違うのでしょうか。そんなこと、光の剣に関しては分かります。光の剣ではありませんが、確かにそういう武器を持っています。でもだからと、どうして。だって本当に勇者じゃないんだ。僕にそんな力はないよ。本当に知らないんですか、ソーサリーグローブのことも。この村に起きているのではありません、世界全体。本当にご存じないようですな。今からさ、この村から北西に位置する別の大陸にエル、そのエル王国の領地の一つエルリアの町に、はじめはただの珍しい隕石だと騒がれ、やがて異変が起こる。平和だったエル王国に突如多くの魔物の群れが出現し、今までそのようなことは全くありませんでした。その因、関連づけて考える方がおかしい。我々は墜落した隕石を、どう考えてもあの石が全ての厄災のも、ソーサリーグローブが突然降ってきたように、あなたも突然現れた。あの石が全ての、でも今世界に異変が起きつつあります。今までになかったような群発地震、動物たちの、でも僕にはそんな力はないんです、厄災。それではあなたはど、それはうまく説明できません。説明しても分かっていただけるかどうか。ただ言えるのは、漠然としていて分かりにくいですな。でもそうとし、そうですか。そこまで強硬に否定しなさる以上、あなたのおっしゃることはきっと真実なので。そんな、すみません。いや、こちらが勝手に勘違いしただけです。ごめんなさいね、レナ。しばらくそっとしておいてやってください。あなたを本当、レナ、クロードさん、一つお願いがあるのです。できれば、その光の剣などのことです。先ほどご説明いたした通り、ソーサリーグローブのせいで今人々の心は不安に満ちています。そんな時、伝説と符合する人物が現れたら、どうせ叶わぬ望みなら初めから持たぬ方がいい。わかりました。ところでクロードさん、これか。それは正直困っています。それならばこの村にしばらく滞在なさってはいかがですかな。そんな、いやいや構いません。それでは。よく眠れ。はい、村長様。おはようございます。おやよ。はい、ぐっすり。それはよかった。ところでクロードさん、この村で良い話が聞けなければ
アーリアの北にあるサルバの町へ行ってみるのも。わかりました。何、礼には及びません。あ、そうそう、どうぞこの剣をお持ちください。光の剣は何かと目立ちますからな。はい、ほん、気をつけて行きなされ。なんだい？村の外に出たらね、なるべく道の近くを歩いた。そうだな。
そこだな。
よし。
メだ。ここは本当に未開惑星みたいな。どこにも手がかりがない。通信機も。どうしたんですか？クロードさん。ルナって。クロードさん、隣町の町長。はい、まあ。それならば話は早い。連れて行かれた？どこに？おそらく自分の屋敷でしょう。やつはレナのことを好いておった。何をじっとしているんです？話はそう簡単にいかないのです。アレンは仕返しをされる可能性もあります。まあ町長はそのようなことをなさる人ではありませんが。それにアレンは大勢の屈強な手下を連れてやってきました。みんなかなりの手だれのようでした。そのような。だからって。ですから我々も途方に暮れて。僕が助けに行きます。僕はこの村の人間ではありません。僕が乗り込んだとしても村に迷惑はかからない。クロードさん、しかし。大丈夫です。僕には光の。心配しないで待っていてください。クロードさん。レナを。分かっています。まさか。なんとかなる。くん。これなら満点だな。怪我はないかい？敵だ。うの勝ちだな。
その鍵がかけられている。よし、しまった、フェイズガンのエネルギー残量が。しばらく厚く、今のあなた、まさか。これはレナ。ここにレナの髪飾りが落ちた。もしかしたら。やっぱり。大丈夫ですか？僕はレナの友達。レナちゃんはサルバコードの奥に連れて行かれた。私はアレン君に依頼されて妙な祭壇を作らされている。この奥なんですね。そうだ、気をつけろ。わかりました、ここで。すまない。くそ、怪我はないかい？気をつけろ。
僕らの勝ちだな。僕らの勝ちだな。これなら満点だな。
それ以上近づかないでもらおうか。お前がアレンか。嫌だね。今は神聖な懇議の最中なんだ。いや、クロードさん。やめろ。一方だ。一方だけ？それは間違いだ。アレン。あい。まずい。クロードさん。危ない。負けないわ。まずい、敵だ。大丈夫？はい。レナ。わかりません。アーリアに来た時。しかし人間があんな姿になるなんて。アレン。レナ。一体。アレン。まだ息がある。ここ。アレン。何のことだい。なんだか頭が痛い。どうやらあの石が。でもよかった。とりあえず屋敷に戻ろう。僕がそんなことを。そうよ、大変。ダメだ、全然思い出せないよ。そうなんだ。2週間ぐらい前かな、依頼を受けたのは。今考えてみると、その時からもうアレン君は。おそらくあの石のせいでしょう。あの石から発せられる。な、確かにそうなのかもしれない。あの石を初めて見た時、なんだか妙に気分が高ぶる気がした。アレン。レナ、すまなかった。いくら。ううん、いいの。元のアレンに戻ったんだし。ありがとう。レナ、そろそろアリ。はい。僕はサルバのみんなに説明をしなきゃな。改めてお礼を申し上げなければなりませんな。いや、お礼を言われるほどのことではありませんよ。結局今回の事件は何だったのでしょうな。そうとしか考えられません。石が壊れてなくなっ、おかしくなって魔物になる。まる、確かにそうじゃな。ソーサリー。え、あの、ちょっと。しかしあの後サルバでは大騒ぎだったようです。アレンのことも。すみません、注意。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だった。そう。クロードさん、
ソーサリーグローブをし、非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはりあなたしかいないと思うのです。クロードさん、ソーサリーグローブか。今分かっているもので宇宙に関係あるものは、今までの話からソーサリーグローブがただの隕石とは考えにくい。わかりました。それでは。前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただありがとうございます、クロードさん。はい、どこまでできクロードさん、ルナ、ルナ、今村長様が言いましたよね。でもレナ、それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。そんなことはないけど、村長様もな、いや、クロードさん、村長さん、レナはきっとあなたの旅の、わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよ、レナ。そうじゃ。はい。ではまずクロスに行くとよろしいでしょう。あ、最近は随分冷え込むようになったわい。大丈夫ですよ。迷惑でしたか？一緒に行くって言って。いや、あの、え、なんじゃ、まだ帰っておらん。おやすみな。どうし、さあ風邪をひくといけません。部屋に戻るとし、はい。眠る前に少し、はい。実はあの子が自分から行くと言った時、正直な話、私、どうしてです？レナがアレンの傷を治した、ええ、あの治癒能力ですが。どういうこと？正直に言いましょう。レナは2歳ぐらいの頃、シンゴの森、ウェスタがあの子を連れてきた時には、子供に恵まれない夫婦だったせいかもしれません。ウェスタがあの子を自分の家で育てると言って、レナは、いいえ、教えてはいません。当時あの子はすでに言葉を話せましたから、レナという名前だけは分かったのですが、一体どこから来たのか。手がかりは何もない。つけていたペンダントが唯一の品ではあるのですが、それ、そうなんですか。もうこんな時間ですか。長々と付き合わせてしまい申し訳ありません。レナのことよ、わかります。レナ、なんだろう、ガラスに何か当たった。あ
ルコニーの。レナ、どうしたの？少しお話がしたいんです。今行くよ。すみません。あれ、レナ、こんなところに。どうしたんだい？私が行くって言ったらお母さん。そうだろうね。何も言いませんでした。そう、クロードさん、私。わけ？私のお母さん、お母さんも村長様も私が知らないと。お父さん。では、そんな大声を出してレナ。あの子なら父親の死に泣き疲れて寝ています。ショックを受けているのはお前さんも同じじゃ。母親のお前が。落ち着いてなんかいられません。だってウェスタ、あの人がいなければまだ行ってないんです。あの子にあなたはペンダントなんて捨ててしまえばよかった。本当の親の印がなければ。本当のお母さんを。わかりません。手がかりはこのペンダントだけです。でもこのペンダントを持たせてくれたということは、私を産んでくれた人は。今のお母さんはどうなるんだい？君を愛して慈しむ。私、お母さん。だったらなぜ。私が何者なのか、それが知りたいんです。そして私を産んでくれた人は。私はあなたと行きます。ここを離れ。もう夜も遅いですね。いや、おやすみなさい。クロードさん、レナの子。はい。道中気をつけ。大丈夫です、クロ。そうじゃな、レナ。お母さん、心配しないで。ただいまを言うために行ってきま。ええ。レナお姉ちゃん、ありがとう、ルシオ。うん。ほら、クロードさんが。早めにクロスについておきたいんじゃろ。もう行かないとな。クロス城のクロス王に会えばいいんですよね。そうです。私の紹介状を見せれば信用してもらえるでしょう。大丈夫、クロス。行こう、レナ。行ってきます、お母さん。行ってらっしゃい、クロードさん。はい。
どうしたの？いいえ、ちょっと。それにしてもレナは偉いな。お父さんが亡くなった。そんなことないです。クロードさんは。父さん？父さんは立派な人さ。へえ、うらやま。そう、いだ。提督、ミロキニアの周回機。よし、惑星。惑星の大きさは M サイズ、大気は E タイプで呼吸可能です。クロムを中心とした鉱物資源に恵まれ。異常なしということだな。
お待ちください。提督は、どういうことだ。エネルギーフィールドだと。このフィールドの正体を。ではデータベース。ノーデータか。よし、ミロキニアに降下し直接フィールドを。クロード少尉、君も降下隊のメンバー。お言葉ですが提督、私の任務は提督。私もミロキニアに降りるつもりだ。そんな。未知のものを発見し、その謎を解明する。とても素晴らしいことではないか。機関は戦場に出られた。ですが。あとは任せたぞ。くれぐれも気をつけて。よし。なんでクロードのやつまで行く必要があるんだ。さあ、大方息子に。さすがに提督の息子は違うね。仕方ないさ、あのロニキス提督も。どうかした。いや、you